キツネのインフレさん、一つよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。今からですね、30年ほど前の話になるんですよ。はい、その頃、僕は、南区の方に住んでたんですけどね、札幌の。で、その南区っていうのはどういうところかっていうと、札幌で一番広い区なんですけれども、人が住んでる場所っていうのが2割程度しかないんですね。あとは全部こう森と山でできてるんですよ。だから要するに札幌の中心部の大事なところ、ここは何区何区何区って割ってって、最後に余っちゃったからここ全部南区でいいやっていうふうに作ったんじゃないかとも思えるぐらい大きいんだけれども、人の住んでるところがほんの一部でしかないんですね。そういう区に住んでたんですけれども、で当時その頃っていうのは、僕はキャンプとかハイキングとか、そういうアウトドアスポーツが好きで、そういうのを趣味にして、でよく休日になると、仲間たちと一緒になって、あちこちに遊びに行ったりとかよくしてたんですよね。で、単独で歩くときは、要するにその南区っていうのは、ものすごく自然の豊かなところなので、遊ぶ場所がいくらでもあるんですよ。だからわざわざ外に出ていかなくても、その自分の住んでる南区の中で、よくあちこちに川の方に遊びに行ったりとか、野原の方で遊んだり、山に行ったりということができるっていう、大変幸せな状態だったんですよね。捉え方ですね。そうですよね。で、その時に、当時よく行くお気に入りの場所に、ちょっと南区の方の定山渓の方に行くところに、小さい山があるんですけども、名前をそれね、八剣山っていうんですね。8つの剣の山って書くんですけども、これ、見えますか？一応、吸ってきたんですけども。そういう形で。わざわざ、ありがとうございます。わざわざ。ステゴザウルスが、昼寝してるような感じの山なんですね、恐竜の。上の方にこう、ギザギザのこう、岩が飛び出てて。こういう山なんです。それが剣なんですね。剣です。私は五剣山知ったんですけど、いつの間にか8本に増えちゃってて、名前が。で、もともとこれ観音岩山って言って、なんか意味深なもともと岩が観音様に見立ててあるみたいな、ちょっと意味深な感じもするんですけども、でこういう山がありましてね、そしてここのとこ500メートル程度の山なので、簡単に登れるんですよ。で、登ったところが、こう、岩のてっぺんがこう頂上になるものですから、360度こうパノラマビューで全部視界が開けるんですよね。だから眺めがとてもいいんで、その上にいると気持ちがいいんで、よくそこに行って遊んでたんですよね。で、昼ぐらいまでに行ってご飯を食べて、コーヒーを沸かして飲んで、で、そして景色を眺めて、それぐらいで1時間とか1時間半ぐらいその場にいるっていうのを大体いつもやっていたんですよ。それで、時は確かですね、その日は、ちょうど秋も深まってきてて、体育の日から1週間ぐらい経った頃なんですよね。いつものようにこの山に行って、そして上の方に行って遊んでたんですけども、たまたまなんかの用事で、1時間ぐらい出遅れましてね、山に着くのが、もう1時過ぎてからになってしまったんですよね。それでお昼食べないで、お菓子だけ食べて、で、コーヒーを飲んで、で、あんまり長居すると、寒くなってくるものですから、で、なるべく早く降りようと思って、急いで降りたんですよ。それでも、下に降りて、その、帰り道、こう、歩いてる時点でもうすでに4時近くになってしまってたんですよね。で、バスが確か5時台だったので、それ乗り遅れると大変なことになるんですよ。真っ暗闇なんか待ってなきゃならないかったりとか、下手すると最終だったりということもあるもんで、急いで歩いてたんですけども、ちょうどその山を降りてって、そこが上富山地区って言って、富山って富山県の富山じゃなくて、砥石の山と書いて富山って言うんですよね。で、そこのところに家が数軒だけ当時あったんですよ。で、そこの前を通って、農道なんですけどもね、バス停に向かって歩いていって、ある一角のところに来たときに、その通りっていうのは左右がこう畑になってて、視界が開けて何もないところなんですよね。で、そこをこう歩いていたときに、ふっと前の方を見ると、ちょうど親指をこう立てたときに、それに全部入るぐらいの距離のところに、女学生が歩いてるんですが、こっちに向かって歩いてくるんですよね。で、だんだん大きくなってくるんですけども、しばらく見てると、なんかちょっと違和感を感じたんですよね。で、まず髪型なんですけども、前髪パッツンで、で、ちょっと長い髪のこことここだけを縛ってるっていう、なんか昔そういう女の子っていましたよね。三つ編みじゃなくって、真ん中からこう分けてて。で、そういうような髪の型をしていて、で、10月のもう葉っぱが全部落ちてきる頃なのに、またこれぐらいの時に着てる人がいるのかどうかわかんないんですけど、夏服なんですよ。テーラー服の夏服なんですよね。要するに白のブラウスに紺のスカーフっていうんですか、前の方で縛って、それで紺のスカートを履いていて、で肌色だからあれ生足ですよね。それに白のソックスに黒の革靴っていう、絵に描いたような女学生ですよね。で、印象深かったのは、手に大きな黒い学生カバンを持ってるんですよね。結構膨らんだ。あれ、今時こんな学生カバン持ってる女の子っているんだなぁと思って、それでこう観察しながら歩いて、向こうはどんどんこう近づいてくるじゃないですか。で、近づいてくるときでもこう、常時こう、常にこう、節目がちっていうんですか、下をこう見てる状態で、こう、とぼ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 歩いてくるんですよね。で、あんまりこう見てると、気持ち悪いとかってなんか言って、何見てるんですかとか言われても嫌なので、チラ見してこう観察してたんですけども、で、その女の子がこう近くに寄ってきて、いざすれ違いました。で、すれ違ったらもうこっちは後ろを振り向くではないので、そのまますたすた歩くじゃないですか。それで5、6歩、10歩ぐらい歩いたかな。それで歩いた時に、後ろの方からドサッと音がしたんですよね。で、あれ、何したのかなと思って、振り向きますよね。そうすると、軽トラが1台なんとか取れるぐらいの道なんですよ、そこ。今はもうすっかり開けちゃって広いんですけどもね。当時はすごい狭かったんですよ。畑ですから全部周り。で、その真ん中に持ってたカバンを地面にボタッと落とした状態で、直立不動で下を向いて、こう、うなられた状態で立ってるんですよね。動かないんですよ。で、あれ、どうしたのかなと思って、手の方がこう、前の方でこう、なんかこう、このようにしてるような感じにも見えるんですよね。で、とにかく、その場でじっと立ってて、下をこう、うなだれた状態で見てて、カバンを地面に落とした状態で、別にふらついてるわけでもないし、倒れたわけでもないから、近くにも寄らないで、立ち止まってしばらく見てたんですよね。数秒間ですけども。でもまあ、いいかと思って、前を向いて、また歩き出したじゃないですか。5、6歩歩いたところでもう一回振り返ったんですよ。誰もいないんですよね。ああ、いない。いないんです。5、6歩しか歩いてないのに、もう誰もいないんですよ。で、そこっていうのが、さっきも言った通り、一本道でちょっと曲がってるんですけどね。で、その左右って全部畑ですから、そこに入っていく道っていうのも特にないし、視界がこう開けてるし、奥の方には家があるんですけども、さっき山降りてきたところにある家なので、そこまで行くって言ったらかなりの距離があるんですよね。だからそこまで行くんだったらもう走ってるのが見えるわけじゃないですか。というわけでもないし、その時に、今のは何だったんだろうと思って、で、やっぱりちょっと怖いって気はしなかったんですけども、なんかこう、不思議な気持ちになって、いや、こういうのは落ち着いていた方がいいんだろうなと思って、で、前を向いて、また歩き出して、やっぱりまた振り向くじゃないですか。やっぱりないんですよね。もうその時に、あ、振り向いちゃったけど、これ振り向かない方が良かったのかな。もし振り向いてすぐ後ろに立ってたらどうしようとかと思って、そっちの方が怖いなと思ったんだけど、さすがにそれはなかったんですよね。それで、ひたすらこう、悶々とした気持ちで、道を上がっていって、バス停まで行ったっていう話なんですよ。ただやっぱりその女の子っていうのが一体何だったのかっていうね、突然消えてしまったわけですから、それでバスに乗ってしばらく考えてたんですけどね、その道を最初歩いてる時に、やっぱり前見て歩くじゃないですか。最初その道を歩き出した時に誰もいなかったんですよ。それでしばらくしてちょっとして前見た時に女の子がいたんで、前からずっと歩いてくればだんだんこう見えてきますよね。なんか突然そこにいたって感じなんですよね。で、こうすれ違って、そのカバンを落として、パッと振り見た時にいなくなったその間だけ見えてたっていう、うん、そういう話です。はあ、ええ。その後特に何かあるってわけじゃないんですけども、やっぱり何かあるたんびに思い出しますよね、それ。うん、ええ。八犬山はね、いろいろ話あるんですよ。うん、そうなんですか。うん。はあ。やっぱり地元で登山やってる人間の登山っていうほどの登山じゃないんだよね。あれ本当に、うん、本当に低い山なんでね。うん、そうなんだけど、ちょっとこう足慣らしにとかリハビリにとかいう感じで行く人たちがいて、割とやっぱりもう現地でもそういったものをこう見るっていう、その女子高生、セーラー服の女子高生って話は聞いたことないけど、初老のご夫婦と途中ですれ違ったっていう人がいて。もうにこやかに向こうからこう歩いてこられて声をかけられて、うん、あ、これ上行かれますか、剣の方まで行かれますかって、剣って言うんですよ、上のこの岩が出たところ。あの辺が血が出るところなんで。何が出るところですか？石。あ、石、ああ。石が出るんです。で、あの途中の、うん、大体ですね、もうその辺りの国道があるんだけどね。国道、うん、その国道235号線って言うんだけど、それ石山通りっていうぐらいなんですね。うん。で、石山っていうその地区があってのことなんだけども、うん、で、石がね、上から結構ゴロゴロと来ますからね、気をつけてくださいよってこう声かけられたっていう。で、楽だと思って来たんだけども、私らには結構きついわね、ねえって言いながらすれ違ったんだって。で、あ、そうなんだなって。いや、随分本格的ななんかちょっとこう登山のというか、まあ、その昭和の時代のね、今風のその登山をする人たちの持つものではなくて、本当のその登山帽ってあるじゃない。ね。登山帽、こうちょっと羽がこうついたぐらいですよ、さ、これさ。はい。そんなその登山帽をかぶってるようなそのご夫婦だったらしいんだよね。うん、で、あ、そうですか。すいません、ご時刻ありがとうございますって、ずいぶん本格的な格好してねって言いながら、もうこっちも、俺の友達も、2人で、ご夫婦でいて、で、その夫婦同士ですれ違ったわけだから、そうだよねって、ふっと振り向いたらいなかったっていうね。ああ、もういないんですね。そんな話があったりとか、あの辺はもういろいろありますよ。あの山って確か結構あそこから落ちて亡くなってる方いるって言いますよね。いる。ええ。うん。いるんですよ、あそこはね。ええ、うん、まあ、いや、ね、いくら低くたって山だからね。うんうん、落ちれば痛いと思うし、打ちどころ悪ければ死んじゃうと思うし、また切り立ったところもあるからね。稲之助さん。稲之助さん。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。最初にまあ、お話にも出たんですけど、まあ、自分は普段路線バスの乗務員をやってるんですよ。で、まあ、よくその人からですね、お客さんがバスから消滅したりしないのとか、停留所から消えたりしないのって、まあ、聞かれることはあるんですけど、うん、それいちいち乗ったり降りたりしてる人を見てるわけではないんで、うん、たまにそれらしいことがあってもですね、気のせいとか見間違いで終わらせることがほとんどなんですけど、稀にですね、いや、それはありえんでしょっていうこともまああるんですよ。でですね、5年くらい前なんですけど、夏の夕方にですね、札幌駅に向かってバスを運行したんですね。で、お客さんがまあ5人くらいしか乗ってなくって、で、まあ車内はガラガラだったわけなんですけど、残りの停留所があと3つで終点の札幌駅北口っていうところだったんで、まあ、撮ってみたら、そのバス停に一人女性が立ってるのが見えたんですよ。で、バスをですね、その停留所に寄せながら見るとですね、なんかその女性ってなんか明らかにその佇まいがおかしいんですよね。髪が長くって、それボサボサなんですけど、うん、体をですね、なんかこう、なんていうんだろう、なんかこんな風に左に傾けてですね、こうやって目をグーって開いて、うん、まあ見てるんですよ。で、うわ、なんか変なの来たと思ったわけなんですけど、うん、まあ、それ乗せないわけにもいかないんで、バスを止めてですね、そうするとドアを開けるとですね、もうふっとですね、物音一つ立てずに、まあ、乗ってきたわけなんですよ。で、まあ、自分としてはですね、もうあと2つで終点だから面倒なことをすんなよって、まあ、感じなわけなんですね。で、まあ、規制上げたりする人も中にはいるんで、その見るからにその挙動のおかしいその女性をですね、まあ、車内にミラーあるんですけど、それで自分をマークしたんですね、こうやって。うん、で、まあ、その女性なんですけど、大体、50代くらいの年齢だと思うんですけど、その着てる服がですね、すごい独特で、黒のノースリーブっていうのが袖のないワンピースに、なんかちっちゃい猫の顔の模様なのか柄なのかわかんないんですけど、それがいっぱい服にバーってついたのを着てるんですよ。して、まあ、自分はなんちゅう服だよって思って、まあ、そんなことを思いながら発射したわけなんですけど、まあ、思った通りですね、発射するやもうその後ろの方に歩いてったんですけど、あれ座るのかなと思いきや、ぼーっと突っ立ってるんですよ。うわー、立ってるんや。で、席はまあガラガラなんですけど、まあ、どこでも座れそうなもんなんですけれども、で、まあ、今度は、まあ、ちょっと前の方に戻ってきて、あれ座るのかなと思ったら、また突っ立ったままなんですね。で、まあ、いや、こいつ危ねえわって、まあ、思ったわけですよ。で、まあ、ここで、それこそ、急ブレーキでも踏んで転ばせでもしたら、まあ、それこそどんな事情があれ、その車内人身事故って言って、自分一人が悪くなっちゃうんで、まあ、ただそれ、下手にですね、刺激して注意して、騒がれでもしたら、またそれも面倒なんで、まあ、もうすぐ終点到着っていうこともあって、ね、ほっとくかって、そのまま運行したんですね。で、その女性はですね、その終点に着くまで、その車内をうろうろ歩き回ってですね、立ち止まっては、ぼーっとですね、その座ってるお客さんを見たりしてるわけなんですよ。危ねえな。で、座ってるお客さんもですね、その、関わったらまずいと思ったのか、目を合わさないようにそのスマホをいじったり、窓の外を見たりしてるんですね。で、その終点にその着く直前なんですけど、自分のここのすぐ後ろに立ってですね、こっちをじーっと見てるのを自分は確認したんですよ。してもうこいつマジでキモいわって思ったんですけど、まあ、ふってなんか気配が動いてですね、その自分のすぐ後ろの席あるんですけど、まあそこに座ったような雰囲気があったんで、でも終点だったんで着車に集中するためにですね、その一旦その女性からまあ目を離したんですよ。はい。して、ご乗車ありがとうございました。終点ですってアナウンスするとですね、まあその乗っていたお客さんが降りていくわけなんですけど、男性が2人と若い女性が1人とおばあさん2人が降りてったわけなんですよ。はい。で、まあそうなってくるとその残るは気持ち悪い女1人なわけなんですよ。で、まあ自分のすぐ後ろにいるんだろうなと思って終点ですよって言って、まあアナウンスしたんですけども、反応がないんですよ。してあれと思って、まあ、くるって振り向いてみたら、もう車内には誰もいないわけなんですよ。で、北海道のバスって、中のドアから乗せてですね、その前のドアから降ろす感じなんですけど、はい、その女性が乗ってからですね、その一度も中のドアは開けてないし、停留場以降あったんですけど、まあ、乗り降りがなかったんで、そこはノンストップで通過したわけなんですね。まあ、その服装がかなり独特だったんで、まあ、数人しか降りてない中で、その見落とすはずもないわけですし、まあそうなってくると、馬が出た消えたって、まあ、考えちゃうわけなんですよ。で、まあ隠れる場所はないのは分かってても、その一応シートの下を見たりですね。もしかして、窓から飛んだのかなとか思ったりですね。で、まあ、あんなはっきり見えてた人間が消えるとか、まあ、どんなトリック使ったんだろうとか思ったり、まあ、したわけなんですよ。で、まあ、ちょっと考えてみたらですね、その、つり革とか手すりに捕まらないで、その、走ってるバスの中で、全くふらつきもしないで、まあ、物音一つ立てず、乗ってくるとかも、それは明らかにもう普通じゃなかったんですよ。そうですね。もうそもそもその乗ってるお客さんにはもう女最初から見えてなかったんじゃないかなとか、まあ、まあいろいろ考えたわけなんですけど、すぐ折り返しの時間になったんで、バス停にまたつけてですね、出発したわけなんですよ。まあ同じルートを戻るわけなんで、先ほどのその消えた女の乗ってきた停留所を通るわけなんですけど、はい、いやまたあそこに本当立てたら、これ本当マジだなって思ったらですね、立ってたんですよ、本当に。立ってた、うーわで、まあ、その自分が先に乗せた上りのその停留所にですね、またこうやって体をこうやって左に傾けた、猫柄の服を着た女がまた立てたんです。いや、もう、したらもう、自分はもう無理って言って、もう知らんふりって、見ちゃダメだ、もう無視だって。まあ、ファンキーさんの言葉を借りるとですね、もう気を合わせちゃダメだと。もう、そんなことを思ってですね、その彼女の立っているその向かいの道をですね、もう何にも見なかったふりをして通過したわけなんですよ。で、まあ、こっちに感づかれてるのして、今度逆に自分がマークされたら、すごい嫌なんで、運行中だったんで、その、お客さんも乗ってたんですけど、もう一人静かにですね、顔色を変えず、ひっそりテンパってました。まあ自分調べなんですけど、だいたい3年に1回くらいのペースで起こってるわけなんです。ああ、そうなんですね。はい、まあそんな話でした。以上です。いやあ、ありがとうございました。でもその路線のそのバス停にはまだその人はいるっていうことですかね、だからね。どうなんですかね。何回も通ってるけど、まあそれ以降は見てないですよ。だからもしかすると、前から俺言ってる通り、49日の間は本当にいるんでね。ああ。だからもしかすると、だからそれがその会議が切れて、上上がられたのかもしれない。あ、そっか、49日か。本当に49日の間いるからね。それにね、付随する話なんですけど、俺さっき冒頭にちょっとちらっと話をした通り、俺日野の KV っていう大型バスをね、ちょっとこうキャンピングカーにしたことがあるっていう話をしたでしょ。で、そのバスって買おうと思ったっていう。